僕たちを守るためにこんなになって何泣いてんだ葵。でもう一人おる。もう一人ってそれ俺じゃねえし。え、でもヒロの病室ってここじゃ。隣だけど。あ、本当だ。部屋間違えるなんて葵っぽくねえな。うっかりしてた。でもそれくらい心配してくれたってことだろ。ありがとな。それで大丈夫なの怪我は。おう、この通りピンピンしてるぜ。ヒロちゃん元気。よかった。でも1ヶ月くらい治るのにかかる大怪我って聞いてたんだけど。なんか飯いっぱい食って寝たら治った。へー、さすがはあのお母さんの子供。ヒロちゃん祝福。あんたたちっていつも騒がしいわね。ルナちゃん。ルナちゃんもヒロちゃんのお見舞い。まあそんなとこ。ほらさっさと出るわよ。ここ他人の病室だし。そうだ、さっさと出て行きなガキども。あなたはゴリラーマンさん。ゴリラーマンさん、この前ヒロと戦った連続強盗事件の犯人だ。キジヌマ図鑑のゴリラーマンという能力を持っている。早く逃げないと。大丈夫よ、もうこいつには何もできないわ。ここに運ばれてくる時に能力は図鑑に戻したから。俺の能力を返しやがれ。悪いことする人に返すわけないでしょ。でもどうしてゴリラーマンさんがここに。キジヌマ図鑑関連の事件の怪我人は普通の病院じゃ扱いきれないから、このキジヌマコーポレーションの特別病院にいるのよ。ま、こいつの場合治ったらすぐに牢屋行きだけど。なるほど。さっさと出て行け。言われなくても出て行くわよ。いやー、でもゴリラーマンのやつも元気そうでよかったぜ。ちょっと心配してたんだよな。敵の心配ってあんたお人よしね。おいお前、赤いやつ。お、俺のことか。お前サルトビヒロか。そうだけど、なんで俺の名前知って。ぶっ潰す。あっぶね。いきなりなんだよお前。俺はゴリラーマンの息子だ、親父の仇。にっちち。うわっ、つばしっこいやつだな。ヒロ大丈夫。まさかあの子も第二世代の能力者だったなんて。あんたたち、ここは病院をやめなさい。黙れお団子。誰がお団子よ。あいつ許さないんだから。え、どこ行くのルナちゃん。行っちゃった。落ち着けよお前。うるせえ。親父はな、貧乏な俺や兄弟のために仕方なく強盗やってたんだ。それなのにお前が許さねえ。おらヒロ。やるなお前、すげえパワーだぜ。まだまだ。うおー俺も本気出さなきゃな。覚醒した俺の力を見せてやれ。うー、必殺覚醒モード。ん、ええ、おなら出た。なんだそれ、おならが覚醒。あれドーンと能力発動するつもりだったんだけどな。拍子抜けだぜ。お前に親父がやられたってのは嘘だ。こんな雑魚なんだからな。これで終わりだ。おらー、どこまでよ。忍法糸縛りの術。動けねえ。ルナ、どう上に説明しようかしら。話せ話せよクソ。まさかあの子も第二世代だったなんてね。ヒロちゃん大丈夫。お、しかしなんで能力使えなかったんだろう。そりゃ自分の能力についてよく分かってないからでしょ。あんた覚醒した時気絶してたんじゃないの。どうやって発動したか覚えてるの。覚えてないです。そんなんで明日の入隊試験どうするのよ。分かってるよそんなこと。で今なんて。だから明日の入隊試験どうするのって。明日聞いてねえぞそれ。うっさいわね。今言ったんだから聞いてないのは当たり前でしょ。入隊試験ってなんだよ。俺まだヒーローじゃねえのかよ。あんたはまだ見習い。入隊試験受けてないでしょ。マジかよ、てっきりもうヒーローだと思ってたのに。なんか揉めてるね。揉め揉め。明日どうすんだよ。やべえじゃん、時間ねえじゃん。もうだから私が来たのよ。はいこれ。お、なんだこれ。黒飴牢獄。え、うわ、なんだここ。今まで病院にいたよね。不思議。ここは黒飴牢獄。あのおばあちゃんお化けなんだけど、時間がループする駄菓子屋の空間を作れるの。その飴を食べるまでこの空間からは出られないわ。つまりその飴を食べない限りここで特訓し放題。すっげー。ルナちゃんって何気にすんごい強いんじゃ。ルナちゃんすごく。試験は明日。今からここで能力を使いこなせるように特訓よ。ここでキジヌマ図鑑の解説コーナー。
キジヌマ図鑑とは、トコタンのお父さんが小さい頃に作ったこういうもの欲しいってのが書かれた図鑑のことだよ。でも今はそこに書かれてることが現実になっちゃったんだよな。そう、それでヒロのお母さんやルナちゃんみたいなヒーローって呼ばれてる人が元の世界に戻すために封印して回ってるんだって。でも最近それだけじゃダメってことが分かったのよね。ヒロみたいな第二世代が。ストップルナちゃん、この先のヒロタマのストーリー編もよろしくね。